根室海峡根室海峡は、北海道本島と国後島の間の海峡。南北に伸びる海峡であり、北海道根室市のノサップ岬から、斜里群斜里町の知床岬までの長さで、最強部は約1 7トル。ロシア語では、国後島の北側を、国後ー海峡と呼び、南側のノサップ岬の先端の御用、マイ水道の部分は、ソビエツキー海峡と呼んでいる。 ノッサップ岬から対岸の貝殻島まではわずか 3.7km で、その中間にはロシアが主張する領海の境界を示す部位が設置されている。根室海峡岸の国後島内に所在するロシア国境警備隊施設。最強部は、野付郡別海町にある野付半島の流管崎と国後島のケラムイ跡の間であり、この最強部を特に野付水道と呼ぶ。 対岸は北方四島の一つ国後島の国後軍群村。ここにはロシア国境警備隊の大規模な基地が設けられており、海峡の交通や北海道本土の様子を24時間監視している。第二次世界大戦終戦直後にソビエト連邦軍が全地島列島を占領し、現在もなおソ連を継承したロシア連邦が実効支配を続けているため、 この海峡が事実上の国境となっている。ありがとうございます。